ロシアのプーチン大統領が昨夜遅く、公式訪問のためモンゴルに到着しました。プーチン氏が ICC 国際刑事裁判所から逮捕状を出された後、ICC 加盟国に入国するのは今回が初めてです。ロシアのプーチン大統領は2日間のモンゴル訪問中、旧ソ連軍とモンゴル軍が旧日本軍に勝利したノモンハン事件から85年を祝う式典に出席します。 またモンゴルのフレルスフ大統領らと会談しロシアからのエネルギー供給などに関する文書に署名するものとみられますプーチン氏が ICC 加盟国に入国するのは去年ウクライナ侵攻をめぐる逮捕状が出されてから初めてで ICC に加盟するモンゴルにはプーチン氏を拘束する義務がありますが拘束しないことで事前合意したものとみられ モンゴルに対して国際的な批判が高まる可能性があります。